ここ最近でさ、めっちゃくちゃ欲しいガチャがあって、ようやくね、ゲットできた全種コンプセット、動物キャンプってシリーズ知ってるみんな？これ結構シリーズ出てるんだけど、これでもね、ラインナップを見てほしいんで、ラインナップを。もう、うわぁ最高でしょ、動物たちが、だってキャンプしてんの。で、俺ね、この4段のね、前のシリーズなんだけど、カブトムシもいんのさ、キャンプしてるカブトムシ、すごい。動物キャンプにまさかカブトムシがいるなんて思わないじゃん。で、見てめっちゃ欲しいなと思って超探してて、全然ってやっぱ超人気なんだろうね。動物キャンプのカブトムシが、全然売ってなくて、もうずっと探してたの。で、今回4段が出て、4段になんとね、もう見て、ここにいるんだけど、もうゲットするしかねえじゃん、これ。もうゲットするしかねえじゃん。もう絶対欲しいな、と。すごいね、なんか作りも細かいらしいんだよね。約 60mm。テントパーツを組み合わせると、ビッグサイズのテントが再現できると。で、今回は、ブルドッグ。コーヒーミルとドリッパー。テントパーツ、椅子がついてると。で、もちろん椅子に座ることもできると思うんだよね。ブルドッグやぜ。で、怠け者なんですよ。いや、シュラフ、テントパーツ、椅子一個付き。でね、シュラフの中にもね、入れることできるんだって、ちゃんと。分解して。いやー、いいね、細かいね。ゲーが細かいよ、これ。で、フクロウがいて。フクロウはランタンスタンドに、ランタンテントパーツに椅子が一個付いてる。フクロウ、いいね、この猛禽類が、くつろいでる感じで、ペンギン。おい、いるんか、ペンギン。クーラーボックス。これ、皇帝ペンギンだよね。これ、広い。これ、皇帝ペンギン。どうしたって、岩飛びペンギンがよかったら、俺、岩飛びペンギンすごい好きだから、スーパーハード。クーラーボックスに、テントパーツ、椅子一個付きと。で、今回のもうね、ラストの戦、もうこれが欲しかった。これ単体でもよかったもん、俺。これ単体でもよかった。俺、カブトムシ単体でもいいんだ、ぶっちゃけ。コンプセットが一番いいんだけど、単体でもいいからめっちゃ探してんの。で、カブトムシとティラノを並べるっていうね。カブトムシ君とティラノ君の仲良しコンビがキャンプに来たっていう体で写真撮りたいんだよね。いや、めちゃくちゃ楽しいだろうな。で、焚き火、テントパーツ、椅子、いや、焚き火やってるわ。椅子一個付け。でもって、それぞれね、椅子がね、こっちのタイプかこっちのタイプ一個ずつ入ってるんだよね。一個ずつ。だから全部合わせて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、10種類もあるというね、驚異の10種類。めちゃめちゃ種類多いよね。まあ、椅子の違いだけなんだけど。だから今回俺全種コンプリートセット買ってるから、ティラノ君2体いるんだよね。双子の兄弟、ティラノ君がいるという。いや、最高。最初はさ、ブルドッキーから開けるか。ブルドッグの本体の違いはないよね。まあ、ないと思う。今から見てみるけど、で、椅子だけが違うんだよね。で、これテントパーツか、ボーナスパーツみたいなもんでしょ、これ。これってさ、テントパーツもさ、違うのか、ついて、でも見た感じ同じのついているっぽいんだよね。どうだろう、テントパーツ10種集めないとテント完成しない。それとも5個で完成するのかな。まあ、いいや。とりあえず組み立てていけばわかるから、ブルドッグから出して、組み立ててみるかな。いや、めっちゃ可愛いで、もう、フィギュアチの時点でやばいだって、ブルドッグがコーヒー、可愛すぎる。見て、これ。ブルドッグがコーヒーカップこれ持ってさ、キャンプしてるんだぜ。めちゃくちゃ可愛くない？これのカブトムシあるってほんと奇跡だよね。そのタイプはこっちのタイプの椅子だね。このタイプの椅子で、ここにブルドッグを、おぉ、すげえ、乗せる、ちゃんと座らせることができる。くつろいでるね。これがテントパーツだね。テント、これ最後の合体、ここもつけていいかな。最後の合体でつけようと思って、もうついちゃったから、これで保存しておきましょう。そして、このコーヒーミルだよね、これね。コーヒー、あ、ランナーについてんだね、コーヒーミルね。で、椅子の下のパーツ。まずはコーヒーミルとドリッパーをね。おー、まずドリッパーから取るか。ドリッパー。ドリッパーから、こう、取りまして、ちょっ、待ってね。あ、いいんだよね、大丈夫ね。取りまして、ドリッパー。そして、もうこだわってるね。で、コーヒー、違いの分かるブルドッキー。そう、これはコーヒーミルだね。ミル、ガラ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 って回すやつ。で、椅子のパーツが出てきましたので、これを下に取り付けることによって、椅子が完成しますよと。おー、できたぞ。で、ここにブルドッグをセッティングして、あれだ、ミルとかもセッティング。おー、いいね。かわいい。キャンプしてるね。でも椅子はさ、こっちのタイプじゃない方がいいかも。素晴らしいね。置いてみるとね、こんな感じで、めっちゃかわいい。え、これやばいな。これ想像以上に可愛いわ。なんじゃこりゃ。え、これどうなってんだ。説明書とか特に、あ、ていうかこれ見ればいいのか。この通りに、
え、これどこをどう切ればいいんだろう。ちょっとわかんないけど、これ見ながら組み立てれば OK ということかな。これで合ってるかな。一応ね、組み立てはできたと思うのだが、大丈夫かな。ちょっと乗せてみる。この椅子なんて言うんだろうね。俺あっちの、なんかチェア。こっちもチェアか、でも椅子だもんな。こう、なんて言うかわかんないけど、こっちの椅子の方がいいな。なんか守られてる感じがして。おー、かわいい。コーヒー、飲むかい。いいね、かわいすぎない。あとが全部同じだったわ。やっぱ椅子だけが違うんだね。本体のなんか色の違いとかもあったら楽しかったりね。模様の違いとかさ。そういうのもあったら楽しかったけど、全くね、持ってるコーヒーも、あのカップも同じっていう。おー、いいね。なんかコーヒー好きの二人が、キャンプに来てコーヒーを飲んでいるっていう。いや、いいね。むしろ、音が聞こえてくるね。音がね、鳴き声がね、素晴らしいわ。これはあの、ブルドックね。で、次がね、次も俺ね、実は楽しみだったんだよね。怠け者で、怠け者も、あれだ、椅子の違いだけか。キャンプ、テントの、キャンプテントのさ、テントのあの、パーツも同じ。だよね、これね。まずは怠け者本体みたいね。どんな感じなのか。あと、怠け者はシラフに入れることができるらしいので、ちょ、入れてみたいなと。おぉ、怠け者寝てるわ、もう。寝てる。爆睡しとるな。で、怠け者をシラフに入れるときは、ね、このね、これ。これに入るらしいんだよね、怠け者。ちゃんと。素晴らしくない？ただこうあるだけじゃなくて、ちゃんと中に入れるっていうのがさ、分解して入れるらしいんだ。もう分解して、スポット入れて、おお、すごいな、これ。いや、こだわってるわ。入った入った。すやすや、眠る怠け者。テントのパーツはまたなんか同じようなやつで、これさ、やっぱテント2つできるわ、おそらく。これだって4個もいらなくない？両サイドに2個ずつ置くだけでしょ。あ、これテントの本体なのかな。いや、ちょっと組み立ててみないとわかんないけど、2個できんじゃねえか。で、椅子ね。椅子に座らせるよりもこう寝てる方が可愛いと思うんだけどさ、一応椅子もあるから座らせてみたくもなるよね。椅子もある。でもこっちのタイプの椅子じゃ、あ、いいね、でもね。あ、でも寝てる方が良くない？こいつは寝かせよ。こいつは寝かせようぜ。めちゃめちゃいい感じになってきたね。あと真ん中に焚き火をね、置いて、ティラノ君の焚き火を置いて、みんなでちょっとね、もうまあ、まだ話してるのに、怠け者くんは先に寝ちゃったっていう。怠け者くんまだいるけどね。この子は椅子にさ、セッティングしようよ。この椅子ってキャンプ用の椅子なのか？めっちゃいいね、これ。かっこいいね、これ。俺もキャンプするとき、この椅子欲しいんだけど、なんていう椅子なんだろう。これ持ってって、あの、これと同じ椅子ありますかって聞けばいいかな。店員さんに。あの、で、怠け者も、こうやって、おー。ね、だからちゃんと話は聞いてるよって感じでね。ここにセッティングし、賑やかになってきたね、動物キャンプ。これは賑やかになってきたよ。あと、次。一番ね、あの、最年長のフクロウ、長老がね、長老がいるから、フクロウ。最年長、長老、一番年上。フクロウもパーツは、本体、椅子だけか違うの。テント絶対2個できるわ。間違いない、テント2個だ、これ。俺がね、あの、テントの入り口のパーツだと思うんだよね。こう開くやつパカって、これが2つあるってことはテント2個あるってことだもんね。これ2つあるからね、袋に1つずつついてるから絶対テント2個だ。そうか、全部で10種だけど5種揃えれば違うの、5種揃えればテントは一応完成する仕様になっとるんですな。で、ほうほうほう、袋長老めっちゃかわいい、すげえ、コーヒー飲んでる。うわ、これリアルだな。あの、想像以上にリアルだわ、作りが。で、長老はね、あの、ランタンスタンドとランタンが、まずはスタンドをね、こう、組み立てまして、スタンドを組み立てて、で、ここに、おー、かければいいのか！ランタンとランタンスタンド。キャンプにこんなの本当に持ってくんだね。え、すげえ。もうキャンプなんてずっとしたいから、今の最新式キャンプってどうなってんだろう。すごいなんかさ、超便利な。道具とかありそうだよね。いや、キャンプ行きてえな、ガチで。最新式キャンプをしたいわ。きっとさ、あの、ランタンとかの光にさ、吸い寄せられてさ、カブトムシとかさ、クワブルーでっかいガーとかさ、めっちゃ意味わかんねえハムシとか飛んできそうで、最高に面白そうじゃない。で、長老の椅子、ブラックかっこいいな。で、長老、さすが長老決まってるわ。ダンディズム。で、長老も、これ、ね、椅子に、設定、すげえ滑るな。すげえ滑るけど、こう、セッティングできるので、セッティングして、おお、いい感じ、いい感じ。キャンプ場が賑やか、すげえ賑やかになってきたな。道具もさ、それぞれあの、違う子たちについてるから、やっぱ全部必要だよね。ランタン、スタンドいいもん、これ。あと、コーヒービルとかもいいし、椅子はそれぞれについてるけどね、違うパーツは、あの、それぞれの、
子たちが持ってるから、やっぱ前後者は絶対いるわ。間違いなく。椅子はさ、椅子の違いはさ、椅子は椅子で座れるからさ、まあ、俺的にはこっちの方がいいけど、まあ座れればいいんじゃないかっていう風に思うから、とりあえず他の道具さえ揃ってでもね、キャンプって感じがしていいから、最低でも5種は欲しいね。5種は欲しいところだよね。まあ全種コンプセット買うのが一番早くていいと思うんだけど、なかなかね、コンプセット売ってないんだよね。カブトムシのやつ、ほんと欲しいんだけどさ、カブトのやつ。で、これが蓋だよね。蓋、こう開くところだと思うんだよね。で、これが2枚あるから確実だわ。テント二つできる。いや、めっちゃ楽しいだな、テント。どっちでもいいとは言ったけど、やはり椅子はね、こっちのタイプの方がいいな。安定感があるもんね。うん、こう、横がある、サイドがあるから。あれ、つるっと落ちちゃうんだよね、サイドないやつ。だから、こっちの方がセッティング安定感を待つから、こっちの方がいいなと、個人的には思いました。ということで、あ、やべえ、今、ティラノ君打っちゃった。でっかいティラノ君、ちょうどあんま見ないようにやってたんだけど、ちょっと見ちゃって間違って持っちゃった。で、次まだね、ティラノ君の前に、ペンギン君がいますからね。ペンギン君を組み立てまして、あ、そうか、ペンギン君もコーヒー飲んでない、ペンギン君も。ペンギン君にはね、なんとクーラーボックスがついてるんですよ。で、このクーラーボックスの中には、パカ、何もない。なんか入ってたらよかった、魚とかね、入ってたらよかったのに、何にも入ってね。このスペシャルパーツどこだろうな。下かな？上かな？これが、あ、ちょっとわかんないけど、あ、もういい。これどこだろう？あの、ペンギン君のね、スペシャルパーツ。やっぱ全部同じの2個ずつあるから、テント 2個できるよね、これね。ペンギン君のやつも同じだ。全部ね、あの、同じだからね。ペンギン君かわいいね。ペンギン君。ペンギン君のコーヒー。ごくごく。すげえ、ペンギンがコーヒー飲んでる。すげえかい。で、こっちのパーツも組み立てて。クーラーボックスなんか入れたいな、これ。魚。今までガチャでゲットしてきた何かをこの中に入れてもいいかもしれない。細かいのたくさんあるからさ、氷みたいなやつ。かき氷のやつ開けて中入れてさ、氷にして、ちっちゃい魚入れたりしてもいいかもしれんね。ガチャで決めれるかもしれない。最高だな。もうここで終わってもいいレベルじゃない？動物キャンプ。動物キャンプシリーズこれ最高だわ。しかし、まだ、まあ、全部で10種あるからね。種類は、あの、5種類なんだけど、一応、動物のね。でも、それぞれ2種ずつあって、椅子の違いだけなんだけど、10種あるから合わせると、さらにね、いや、でかいよ。うわ、持ってしまった。初めて会ったらめちゃくちゃ待って、デレレって、めっちゃ歴見て、ティラノ君これが欲しかった。でも、これ、もう、これが欲しかったから買ったって言ってもいいぐらいの、あと、焚き火ね。焚き火。焚き火の色なんか、違くない？焚き火。もっと赤くなかった。すごい黄色いんだけど。あ、下赤いね。ちゃんと下は赤いわ。これ、ここクリアパーツだと思ってよかったな。もう早くね、焚き火をさ、俺真ん中に置きたくて、あそこの真ん中に。おー、いいね。やっぱ焚き火あると変わるね。あともう一個あるから、もう一個もあそこに置くと。でもその前に、あ、なんかもうパーツ取れてる。これが最後のね、テントパーツなんだよね。これを使ってて、つうかテント組み立て方書いてあるこれ。テント。これ書いてなくて、これを見ながら作るってことかな。自分で見ながら作りなさいってことかな。思ってこれがね、気になるティラノ君ですよ。うーわー、これ見て、これ次回スピノ君来るだろ絶対。ティラノ君とスピノ君のさ、キャンプ最近どうよスピノ。絶好調だねティラノとかさ。え、最高じゃない。でそこに現れるカブトムシ君、すまん遅れた、おせよカブトつって。いや、いいね。たまらん、めちゃくちゃ楽しいわ。コーヒーカップがちっちゃく見えるね。ティラノ君、これが欲しかったんだよティラノ君。うわー、でっか、顔いっちゃ、目いっちゃってるぞこいつ。怖すぎる。食べないように我慢してたから、あー食いて、こいつは無双ってね、ブルドッキー食いて、フクロウ食いて、ペンギン食いて、我慢してたから。すげえすげえすげえ、動物キャンプ完成間近だね。ただまだテント作ってないから、みんなの寝る場所ね、テントもおそらくとか、もうこれ2個できるわ、間違いない、2個できるから。いや、こっちはティラノ君でけえな。しかしこっちのティラノ君を、うーわ、出してね。で、焚き火もさ、あそこに、もう一個あるから、セッティングしたいじゃん。おー、ほー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 、いい感じ、いい感じ。やっぱ焚き火重要だね。焚き火もう2、3個欲しいな、これ。ティラノ君単体で売ってねえかな。カブトムシ君もなかなか単体で売ってないから、コンプセットすらないからね。だからティラノ君も単体な、いや、これ最高じゃないこれ見て。これ最高、もうこれだけで飾れる。これだけで。これだけでもう飾れるよ。
ティラノキャンプ。キャンプに来たティラノくん。あと友達のやっぱカブトムシくんも欲しいね。まあこんな感じで動物キャンプは完成。ありがとうございます。動物キャンプ第4弾最高のメンツだったね。特にティラノくん嬉しすぎる。全10種ね。この全10種っていうのもいいよね。めちゃめちゃ量が多いっていう。素晴らしい。あ、そうそう。で、ここで終わりじゃなく、テント作れるから、テント。これ、でも説明書書いてないんだよ。ないんだよ。だから、自分でこれを見ながら、組み立てろということだと思うんだけど、まあ、両サイドはこれだよね。両サイドは間違いなくこれで。で、こっちは手前側だと思うんだ。ここに、入り口をつけて、めっちゃ簡単じゃん、これ。わかったわかった。超簡単だった。めっちゃ簡単。まずね、あ、これから作るかな。このパーツ、支えの棒のパーツ全部ね、これ切り取りまして。これがね、結構重要なんでね、この支えのパーツ。これは蓋のね、蓋と手と入り口のとこかな。これボールジョイントになってるから、ここにね、カチャってはまるんだよね。で、両サイドはめて、これで立たせると。このようにね。もう片一方の支えも、このボールジョイントで、ここにパチッとはめ込んで、これでもう準備はできたと。で、あとは、もうね、下のね、あれなかった。下のパーツ。下のパーツあると思ったんだけど、俺。なかったから、あとは、ここを、これ曲がってるとこを上にして、こう、はめると。反対側もセッティングしまして、あとは、上の蓋。これをカチッっていうまで下にね、こう、はめ込めば、完成と。ボーナスパーツもいいね。キャンプ用品。テント。すごい重要なテントがね。でも、ぜひ寝れんのかな、ここで。2個あるけど、狭くないから、すげえ、すし詰め状態で、寝なくちゃいけなくないこれ。ということで今回は、いやーテントいいわ。テント置くだけ、テントと焚き火やっぱ重要だよね。キャンプって感じがする。すごい効いた。テントボーナスパーツのテントやっぱ2個できるね。全10種集めたら2個もできて、ただもう1個ぐらい欲しかったな、ここにキャンプだからさ。せっかくのテントみんなすし詰め状態で寝なきゃいけないから。ティラノくんでかいからね。ティラノくん、一体用じゃないこれ。っていうか、ティラノくんが入ったら他の人、外で寝るしかないだろうな、これ。テントもっと欲しいな。最高だ。いや、でもやっぱね、ティラノくんが俺の中では、一番最高だから、みんなもぜひ、ティラノくん、あとカブトムシくんもあるから、カブトムシくんもゲットしてみて、まだ持ってない人がいたら。いや、楽しい。俺もカブトムシくんゲットしたら、またね、みんなで見ようと思うから、カブトムシくんは絶対欲しいよな。で、次回の第5弾でスピノくんが来るのかな。あと、サンショウゴくんとか、タガメくんとか、タガメくんとかマジ来てほしくて、めっちゃ楽しみなんだけど。それではまた次回、次の動物キャンプのガチャガチャのね、レビュー動画でお会いしましょう。いや、最高のティラノくんだった。もうなんか話し声が聞こえてくるよね。みんなでキャンプしてるこの。おー、楽しそう！見て！この楽しそうなキャンプを。ブルドック。で、長老。長老先生。いやー、いいね。貫禄あるな、ブルドックも。ティラノ君もでかくていいし。で、もう寝る。一人。寝る。怠け者。